われました。どんな思いが一番強かったですか？やっぱり最後の大会で3年生と日本一を取ることができてとても嬉しかったです。1年生としてこれが初めての春高の決勝でしたけれども、どんな思いでコートに入ったんでしょうか？自分のプレーうまくいくか少し不安だったんですけど、最後3年生がすごい支えてくれたのでよかったです。石川選手自身も大活躍でしたけれども、ご自身のプレー振り返っていかがですか？春高の中では良かったなって思います。そして3年生が支えてくれたと話しましたが、これが3年生を戦う最後の舞台です。どんな3年生でしたでしょうか？練習中ではすごい厳しいことを言ってくれて、すごい自分たちのためになって、すごい尊敬できる3年生たちでした。そしてこれからは石川選手が引っ張っていく立場になります。この春高のセンターコートでこれからの決意をお願いします。来年も再来年もしっかりセンターコートで戦えるように頑張ります。おめでとうございます。ありがとうございました。